にちは、森です、今日は埼玉県東松山市にある円ゴルフレンジさんにお邪魔しています、今日は、アプローチのレッスンをちょっとしていこうかなと思うんですけど、まあ、テーマとしてはアプローチのクラブの動き方を知ろうっていうところですね。まあ、よくアプローチって結構いろんな理論があって、まあ、手首をこうね固めたまま打とうかとか、はたまたアプローチでもしっかり手は返すんだよとか、まあ、いろんな理論があると思うんですけど、まあ、一番基本的なところ、まあ、アプローチでのクラブの動きって何が一番基本なのかな、その基本の動きってどういう風に作るのかなっていうのをちょっとお伝えできたらなと思います。まあ、それを理解できると、まあ、いろんな理論を見たとしても、あ、普通に打つのはこうで、これよりもこうしたいからこういう打ち方があるんだなとかっていう自分で整理ができるんですけど、結構いろんな理論で基本がいまいち頭の中に入ってないと、え、なんでこうなんだろう、あっちではこうやって言ったのにこっちではこうやって言ったのにみたいな混乱が生じちゃうので、まあ皆さんのその頭のリセットをかけられる場所っていうところを作ってあげたいなっていう気持ちもあって、今日はこのテーマを選びました。で、アプローチの基本的なクラブの動きっていうのは、まあ、パターとかと一緒なんですけど、基本的には振り子で振っていきますよっていうのがまず基本。その振り子の動きを作るためのちょっとポイントを3つほどお伝えできたらなと思います。1つがグリップは必ず緩めに握ってあげましょうねっていうところですね。グリップを緩く握ってあげると手首が柔らかく使えるようになるんで、さっきのこの振り子の動きが自然と作りやすくなるっていうのが1個です。で、もう1個はアプローチなんで、結構まあ、例えばこれだったらあそこの20ヤードの看板に寄せたいなと思うと、ヘッドが行くんじゃなくて、ヘッドが先にこう行くんじゃなくて手が先にこう行っちゃう人が結構多いんですよ。まあ、どういうことかっていうと、まあ、普通に打ちますよって打ってった時ってこう。まあ、なんか綺麗に打ててるなって感じあると思うんですけど、これが向こうに、まあ実際はあそこにピンが立ってるんで、まあそこにボール置きたい気持ちすごくあるけど、それが原因で手が先にこう前にこう出ちゃうと、今ちょっと分かったと思うんですけど、ちょっと右出たりとか気持ちダフっちゃったり、あとは手が先にこう前にこう出ちゃうと手が浮いちゃうんで、まあ、変な話よくあるのがこうトップしちゃうよとかっていうのも出やすくなる。しかもダフリとトップだから紙一重っちゃ紙一重なんですけど、まあ、気持ちの表れから向こうに寄せたい入れたいっていう気持ちが大きくて手が先に出ちゃってダフリトップが出やすくなるっていう感じで、手が前に出ると体重も右に残りやすくなるんで、結構アマチュアの人ってアプローチ打った後右にボーンってこうやって残ってる人すごく多いんで、まあ、ぜひちょっと周りでゴルフされる方見てもらえたらいいなと思います。なんでアプローチの練習もあそこに寄せようっていうのもすごく大事な練習ではあるんですけど、ちょっとヘッドの動き、手がこう前に出てないかなっていうのをちょっと確認してください。注意してあげてください。で、3つ目が、普通の練習するときはフェース開かなくて大丈夫です。結構皆さんフェース開いてこうバンスを使うようにとかってやる方結構多いんですけど、まあ、フェース開くとやっぱどうしてもバンスを使おうっていうので、この下のね、ここのバンスの部分を一生懸命地面にこうつけようつけようって言って、やっぱそれもまた手が前に出ちゃったりする原因になるんで、まあ、今のクラブ結構ハイテクなのもあるんで、普通に構えてさっきの動き、振り子の原理でグリップエンド視点を動かさない、手が前に出ないに先にヘッドを走らせる、でフェース開かないで普通に打ってあげる。で、その普通に打った状態で出た球が一番スタンダード、まあもちろんスタンダードなんですけど、そのスタンダードの高さを把握してない方がすごく多いんですよ。
で意外と普通に打っても今のクラブってボールが上がりやすいので、あ、これでも全然十分にバンカー越えられるじゃんとかって思う方が結構いらっしゃるんですね。でその普通で打った高さよりももっと上げなくちゃいけないとか、それよりも低くしたいとかっていう時にちょっとボールの位置だけずらしてあげる。でそうするだけでも全然球って変わるんですよ。変にオープンスタンスにしてフェース開いてボール上げようってしなくても普通に打った球が、例えばポーンって打ってこの高さが普通にさっきみたいに打つけど、ボールを気持ち左側に置いて打ってあげるだけでもボールって自然と上がるので、その高さで間に合うんだったらそっちの方がミスが少ないです。はい、これがまず基本なので、別にフェース開くのが悪いとかではないんですけど、まあ、その高さでも十分なんじゃないかなって、あえてそのミスする確率高いのを使わなくてもいいんじゃないかなっていうところで、ちょっとまずはフェース開かずですね、普通に打ってもらって、まあ、それで用が足りるかちょっと見てもらいたいっていうところですね。でそれが基本の打ち方のその3つのポイントです。でまとめると、1個はまず緩く握ってあげましょう。緩く緩く、なんでかっていうとグリップエンドが力入っちゃうと手が前に出て視点がずれちゃうので、緩く握ってあげましょうと。すいません、この時ちょっとお伝えし忘れたんですけど、足の幅は大体ヘッド1個分か拳1個分ぐらいで大丈夫です。すいませんまとめて言うのもちょっとあれなんですけど、足開きすぎちゃうと、まあ、ちょっと前の動画でも一瞬ちらっとみゆちゃんのレッスンする時にお伝えしたと思うんですけど、足開くとどうしても上半身に力入りやすくなっちゃうので、この緩く握るっていう緩さがちょっと出にくくなっちゃうのがあるので、まあ、大体拳1個分で押さえておいてあげる。拳1個分で構えて緩く握るっていうのが一つ。もう一個が手が前に出ないように、まあ、あそこに落としたいって気持ちもすごく上がるけど、ヘッドをとにかく先に走らせてあげる。もう一つがフェースを開かないで普通に打ってあげる。意外とそれだけでもボールって上がるから、私もだからあんまりフェース開いて狙うってことあんまりしないんですけど、ちょっと自分でフェース開かないスタンダードってどれぐらいの高さなのかなっていうのを把握してあげるっていうところの3つのポイントを押さえて練習してもらうと、アプローチのミスが結構グンと下がるんで、なんか行ったり来たりしちゃったり、あちゃくっちゃったり、まあ、さっきちょっとデモンストレーションでやったトップとか、まあ、出にくくなると思うので、まあ、そうすればスコアにも自然とつながってくるかなと思うので、ぜひさっきの3つのポイントを押さえて練習してみてください。ご視聴ありがとうございました。